おめでとうございます。ありがとうございます。優勝しました。ありがとうございます。よっしゃ、もう釣っても大丈夫です。僕のこと。はい。わかりました。わかりました。わかりました。了解です。オーマイガー。私と南さんと現長さんはもう開幕下に行った感じかな。そうですね。勝てる、わっちゃん勝てるかなと思って先頭走ってたんですけど、うん、そうなんですよ、南マンと接戦してたんですけど、ボタンを押すときにもう E ボタンでボタンを速攻して真ん中クリック連打してたんで、もう勝ちましたね。早い。ショックな話を聞いてもらっていいですか。え、何ですか。はい、はい、右のタスクをやり、左のタスクをあのフニフニフニってやつ、うんうんうん、やろうとしたら最後のフニって何回やっても聞いてくれなくて、プーって僕今からドロップシップ行かなきゃいけないんですけど、どうしてくれますか。もう一回遊べるとんですね。みんなで行けば怖くないですよ。そう、みんなで行くか、みんなで。どうすんだよ、5着起きたら。いいよ、僕の死体があるとしたらドロップシップです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。飛行機雲はゲーミングマウスを使っている方はゲーミングマウス自体の感度を上げればすぐにできる。普通のマウスです。え、アクチです。鴨志田さんと一緒に、8秒前ぐらいに、心電図見て現地さんが亡くなっているのを確認し、アドミを確認したところ、ラボに、コミュニケーション1、セキュリティ1、O2 1でボタンを押しました。現です。これ現地さんかなり、8秒前ではないんですけど25秒ぐらいまで前に見てて、多分アルマさんもセットで見たと思います。ラボにいました。僕は源さんと源著さんを置いてラボから出てるんですね。カメラ見てくれてる方わかる。いや、それは違うかな。え、なんで？アルマさん出ましたっけ？アルマさんが出る前に源さんは出ていました。はい、私カメラに映っています。え、あ、そうなんですか？うん。あ、じゃあ源さんロケットの時にアルマさんがいて、ロケットのところに、でその横っちょのなんか変なんかグニグニグニの助かるでしょ、迷路の。はい。ロケットやってる間に出たのか。で、ラボの出たところのあのウニウニタスクのところにゲンさんいました。はい、あ、そうなんだ。あ、ごめんなさい。もっと詳しく説明すると、望遠鏡のところにゲンチョさん。で、ボタンのところ、カチッってやるタスクのところです、ね、うん、にゲンさん。で、僕が、その温度計をやっていて、僕が温度計から左に向かっていって、ロケットのタスクをやっていたので、その間にじゃあゲンさんが出た。ってことですか。うん、どうも。で、そのちょうどね、カメラに映ってた、そこが。あ、そうなんだ。うん、2人がいたところが。じゃあ違う人なのか。ちなみに、アルマさんを、私は、普通に考えたアルマさんなんですけど、今のリアクションがそんなに黒に見えないっていう感想がちょっと出てきました。うん、なんで、まあ、すみません、ファッションで。はい、他の方の場所、コミュニケーション1って誰ですか。あ、オレンジ、リンテンです。リンテンさん。はい。おつみなみです。おつみなみさん、はい、で、ジングイさんがセキュリティで、ティあとマロさんとユリッペさんがどちらにいました。ストレージにいます。今ストレージ前で一緒にいました。はい、ほほ、どっちにしろ僕容疑者位置なんで次ボタン押して、はい、お願いします。はい、はい、
はい、ちょっとボタンを押したんで、ごめんなさい、神宮さんにこれだけ聞きたいんですけど、原さんが出た後、え、原さんが出た後、あ、そう、原さんが、ラボから出た後って、うん、その迷路のところにずっといた感じですか。いや、細かい話をすると、源さんが先に迷路からいなくなって、左の方に抜けていったの。そのストレージの上から、エレクトリカル方面って言ったらいいのかな。はい、エレクトリカルの源の続きだけ言うと、エレクトリカルのドアが閉まったので、でその後私ちょっと下に降りて、それこそぐるぐるタスクやってはないんですけど、迷路タスクぐらいの位置で終わってます。はい。はい、っていう感じの動きがあった後に、アルマさんが出てきたって感じ。そのエレクトリカルのカメラに源さん映ってるかな。あ、そうそう、両方、2人がそこにいるタイミングから始まってんだ、俺。じゃあ、源さんは違うかな。うん。いや、なんか、まあ、ワンチャン下行って、ラボ下の弁当からトイレ行って殺してる。あ、その動きはそのタイミングではない。それ、ま、それ以前は分かんないけども、アルマさんがロケットやってる間の時にちょうどカメラで横っちょにいた。あの時30秒経ったかな。その時き、いやでもその時切るのリスク高すぎるからな、僕が右行ったら終わり。俺の動きはみなみちゃんが一緒だったんだけど、ドロップシップまで行ってタスク終わって左行って、はい、みたいな感じ。宮司さんのカメラからラボからドリルに入ったのはアルマさんの方が先か後かみたいな。わかんない。もう映ったら。いや僕ラボさっき言った通り、ラボからドリル直行してないです。ラボから奥の温度計やった後にドリルやってるんで、一回右行ってから右からドリル入ってるんで、多分カメラじゃ映んない。そう、僕がカメラを見たタイミングはアルマさんがロケット、ゲンさんがそのラボの出た横のタスクのところにいるっていう状態を視認してる状態。なるほど。うん、中の細かい。ゲンさんとマロさんはいつぐらいから一緒にいました？私ストレージのタスク行くときにユリッピさんがぼーっと立てたんですけど、15秒前くらいから一緒だったような気がします。15秒前、結構際どいっすね。多分15秒前ぐらいより多分キルクール開けたちょうどぐらいなんで。うーん、ビーチベンとか除染室から来た人をいただいます。はい、すみません、あの心電図見てたらアクチーさんが死んだので、もうそこを押させていただきました。はいはい、アクチーさんを見た方は5秒内に死んでいます。アクチーさん初動コミュニケーションです。うーん、ただコミのドア前で引っかかってて、コミの中入ったんですけど、僕、まあ、停電中だったんでもしかしたらいたのかもしれないですけど、その時見てないんで停電直しに行ったんじゃないかな。いえ、停電私、カモシダ、茶色カモシダが直したんですが、ユリッペさんしかいなかったです。ですね。そこまで行けてない可能性もありますけど、うん、だから停電の方に向かったんじゃないかな。コミュ周辺。まあ、それか停電になったんで、オフィスにバイタル書くとか、どっちかかな。神宮寺スペシメン。え、ユリッペもスペシメンいましたよ。うん、俺スペシメンのタスクやってたよ。多分俺が最速だね。で、それ終わった後、右上の今、除染室前ぐらいかな。うん。ジグリさん、ユリッペさんの白を証明できます？できません。見えてないので。うん。いたって言われても、停電時だったんで、見えてないですね。見りゃよかったな。すいません。そっち方面でキルされてる可能性もありましたね。停電後ですね。ユリッペさん、停電終わってから出てったので。はい。とりあえず黄色、でも停電配電盤前にユリッペさんいて、スペシメンどうやって入ってきたんですか？その距離感。あ、スペシメンじゃない、ドロップシップです。すいません、また間違えちゃった。ちょっと間違えたんですね。むちゃくちゃだよね。だって配電盤前にいたのにスペシメンにどうやってそのジングリーさんいましたみたいな話しませんでした、さっき。あ、ユリッペさん いましたって聞いてきてる。あ、いました限定。
と脳がバグってて。とりあえずごめんなさい、マシュマロさんはウェポンでご一緒してるんで不可能。はい。うん。ぐらいしかない。停電中は一緒でしたね。うん。そうですね、ウェポンのチュンチュンで被ってたんで。南ボイラーにいました。私はオーツにいました。ゲリペボタン押します。はい。なんかプカプカしてんな今日。白角取れねえな。浮いてんな。浮いてんな今日。ます。お話しされてない方のお話聞きますか。林亭さんとかどうでした。オツオツ。そうですね。初手オツでずっとオツにいて、うん、停電の途中ぐらいに上の方から来る南さんを見たかな。はい。これ一個提案なんですけど。うん、はい。最終潜りが僕じゃないですか、アクティさんの。うん。コミュ前のとは、うん、まあもう最初動ですけど、うん、で。うんうん、いやなんかオフィススキルも全然あると思うんで、うん、その下位置でなんで、でも原産だった場合さっきのキルも原産になっちゃうけど、さっきのキルあんま原産疑ってないんですよね。 なので、あでもそっか、僕と原産ペアだと二郎とか、うん、アルマさんが、うん、とか私アルマさんは実はあまり疑ってなくて、シンプルに浮き位置の人たちが初日も2日目も切ってるんじゃないかなっていう感じです。私のグレスケは。1日目はそうですね、浮き位置か除染室から来た人が切ってるっていうのが一番しっくりくるんですけど、1日目。なるほどね。それ言ったらまだラインとかいうそこら辺が全然見えないんで、まだ。私はシンプルにリッペさん疑わしいですけどね。なんかじゃあスペシメン被ったからなんかドロップシップに切り替えてなんだっけ、そうスペシメン被ったで停電配電盤のやつをジングリさんに突っ込まれてドロップシップに変えたみたいに聞こえちゃいますよね。そう、うん、追うよりは1日目の浮き位置の話じゃないですか。まあ、今のは2日目の話ですけど、うん、1日目の浮き位置の話で、うん、ちょっと低いですね。うん、ゆっぺさん釣っちゃダメですかね。あ、釣らないでください。それはダメです。1日目って浮いてましたっけ、ゆっぺさん。あ、いや、あのコミを直しに行って、ジングイさん、みなみさんに会って、その後ストレージ前でマロさんと一緒に行ったので意思投票しておきます。現時点では疑わしいので、めっちゃボート立てたの何だったんだろう。え、それはマロさんと仲良くしたかったんですよ。なるほど。まだ大丈夫と。かりました。大丈夫というか、もう1キル出るとやばい。怖い。
いらっしゃい。素晴らしい。ちょっとずっとオーツーに行って一人ぼっちで、で公務員もなったし、で時間も経ってるし、で心電図見たらみんな生きてたから今じゃん。素晴らしい。よかった。死んでたら疑われちゃうしってことですね。うん。うん。アリバイないと。いや素晴らしい。うん、アルマさんと小見舞いですれ違ったぐらいしかアリバイがない。そうですね。だから。そう、ね、じゃあ違う。俺ねコミュニケーション扉開けようとして開けようとしたらコミュニケーションに助かんねえってなってやめただけ。まだねえと。僕の主観ですが、1キル目は浮き1、まあ弁とか、除染室から入っていくと、で2キル目は2キル目がユリッペさんか原産だと思うんですよね、うんうん、ただ原産だった場合1キル目も原産になっちゃうんで薄いかなと。シンプルに浮き1のユリッペさんか。鴨志田さんとユリッペさんが配電盤の終わった後どういう行動してたかなんだよね。あ、ユリッペがそのドロップシップに向かって、鴨志田さんが左のそのエレクトオーツ方面に向かわれたので、はい、で最後はオーツの下の扉の前ですね。そこで林天さんとは会われてないんですか？会ってないです。あの扉閉まってて扉開けてる最中なので見えてない。ああ、じゃあ見えないです。うん、あとユリッペさんと鴨志田さんはどっちが先に配電盤いました？ほぼ同時ですか？いや、私だと思います。あ、そういえば初動って誰がボタンを押してましたっけ？最初動のあの追いかけっこ。あ、現直さん。現直さん。現直さん。で、他にも追いかけっこしました誰か。南さんと現の。ちゃんと。現さんとふーちゃんか。ゆりぺさんいたかどうか知りたかっただけなんだけど。あ、いない、いなかったんじゃないですか。うーん、で、もう一回ドロップシップ行ったんだ。あ、そうです。落ちたいではないですか。落ちたい。あ、そうか。落ちていい気がするかな、もう。待って、最後に見たのどこだっけ？ラボ2どこ、誰ですか？ラボ2がユリッペ神宮寺です。ラボ？ラボ2がユリッペ神宮寺さん。あ、でも鴨志田さんもいるはずですけどね。どあれ、いや、もう私、ね、うん、出てってるな。これ、ちょっと待って、これユリッペさんじゃないです。ふーちゃんが見る前にアドミンラボ1だったんで僕も見たんですよ、うん、そうですね、そうです。ふーちゃんの原産が左から入っていたじゃないですか、オフィスに、はい、その前にもう死んでたんですよ、神宮寺さん。でアドミン見た時にラボ1だったんで、うんうん、ゆりぴさんセルフはない で、うんうんうん、で僕ちょっとボタン押したかったんですけどボタンなかったんでダンスしてる。ラボ 1？ はい、だったんでゆりぴさんのセルフはない で、ふーちゃんと原産も絶対無理です、うん、で、はい、僕も無理で、ちょっと待ってください。ゆりっぺさんがさっき言ってた鴨志田さんっていうのは、鴨志田さんレポートの10秒前くらいにラボで会ってるんですよね。そのラボのトイレの前、そうですね、の前の私さっきアドミン見ててラボ1だったんで死体かなと思って見に行ったんですよ。はい。
で見に行ったらちょうどその除染室の前でゆりぺさんが動いてて、あ、ゆりぺさんかと思ってそのまま出て行って、今はオフィスの前ですね、扉の前に。富士さんのことは見てないんですか？見てない、会ってない。だから多分出てってすれ違いだったのかなとかって思ってます。ちなみにゆりぺさんにお聞きします、神宮寺さんの位置ってどの辺でした？ドリルの下ら辺というか、ラボ左の入り口のラボの中ですね。中には入ってますよね。ドリルの中だったらカウントされない。ドリルの中ではないですね。大丈夫ですね、はい、ラボの通路の左側です。じゃあ見てないとおかしい。私コミュニケーションで神宮寺さんと一緒になったんですよ。その後抜けて、そう、誰かご存知ください。ボタンお願いします。します。うん、はい。ちなみにストレージいた人って誰ですか？ストレージですか？はい、ストレージ。あ、私です。はい。先に僕時間もらってもいいですか？はい、はい、もう鴨志田さんついたいと思ってて、心電図を見てたんですよ、うん、鴨志田さんって。なのに死体かなって思っていくっていうのがもう意味がわからないです。あの時って神宮寺さん生きてたんで。あー、そっか。まずそこで矛盾が生じてるんですよ。ごめんなさい、もっと詳しく言うと、バイタルの前に僕と鴨志田さんがまあまあ長い時間いました、初頭で。いや、いなかったよ。私チラって一回見てそのまま、まあ、まあアルマさんの話でラスト見てるんで、はい、はい、で、僕はその開けたり閉じたりしてたんでバイタルを、うんうん、で、その時に鴨志田さん見てますバイタルを。でその後なんか多分左下の方アドミンの方に行ってオフィスの右から出てくのを目視してます。でその時って神宮さん生きてたんですね、僕がまだ見てる時って、うん、で、コミサボが鳴って治った時に死んでたんです、神宮さんが。なので鴨志田さんが言ってることが矛盾しているので、もう鴨志田さんついで死んでないです。で鴨志田さんが言ってること、鴨志田さんにお聞きします、心電図の情報を見たときは神宮さんは死んでましたか？うん、生きてました。なのに死体かなと思って走ったって言ったんですか、さっき。その後アドミン見たっておっしゃいましたよね、うん、その後アドミン見たんで、その間に死んでるのかなと思ってそしたらもう一回心電図見て確認してから行きません、うん、普通。あ、そうですね、確かにすいません。そっか、私そうですね、ちゃんと見ればよかったですね。しかも心電図で通り道なんで、ラボの、うん、うん、この部分では鴨志田さんつってもいいです。ただ私ゆりっぺさんもロラでいいと全く白に見えないので、いや、どっちか私もそう、うん、だからちょっとどいや、でも私が女性室入ったから戻ってこないと思ってキレしたんでしょうか、鴨志田さん。いや、生きてると思って安心して出てったんで、うん、それだったら私ゆりっぺさん殺しちゃうから、じゃあローラーでお願いします。記録が上がってないんでゆりっぺさんはキルできません、鴨志田さん。白くないですか？いや、全然白くないです、うん、白くはない使ってると黒寄りのグレーだと思ってます。に色残ってたらこうキレして終わりじゃないですか。鴨志田さんが単体で黒いっていうのと、まゆりぺさんも単体で黒いんで鴨志田さんがインクした
ったらとすると多分アクチーさんは鴨志田さんやったんじゃないですかね。あれ初日って鴨志田さんってどういう感じでしたっけね、忘れちゃった。えいやもう一度全然わかんねえ。もちろんはマロさんかリンテンさんじゃない、マロさんかな。マロさん最終ジャモの方から僕とゲンさんに向かないですか。うん、なんかもうアクチーさんが死んだ以上アクチーさんの情報は正しい前提で進めていいと思います、うん、見間違いのどき。そうですね、あのゲンさんがローだった場合ってジングイさんも一緒にあのローだと思ってて、でもジングイさんが死んで白って分かった以上はゲンさんも白なのかなと思っていて、で多分初日についてはそうです、そうです、ゲンさんはほぼ白で置いてて、アルマさんについてはなんか反応しかないかな、反応が初日がやっぱ白いのかなと思ってます。で初日僕結構黒いっすよ、自分で言うのもなんですけど、僕とゲンさんがすごいキルできる位置にはいます、ね、確かに、うん、ただゲンさんがその僕がドリルやってる間に右で切るっていうのは、だって僕がまた右戻ってきたらもう本音それこそロランになるんで、うん、だからインポスターとしてはリスク高いのかなと思ったんですけど、だから浮き位置が一番しっくりくるって思った。マロさんがそのストレージ前で私と会ってるんですけど、その前の行動がわからないので一応可能ではあるのかなと考えていて、エリキさんに私は入れましたアルマさんもあの釣られてしまった、タスク頑張ります。リンテンさんだ。マロさんの死体。え？違います違います。今マロさんの死体の前にゲンさんが立ってました。リンテンさんです。で私コミさんの前にアルマさんが亡くなってるのも見ててずっと死体探ししてて、いや私じゃないです。場所どこでしたっけ？エレクトリカルの外で、私エレクトリカルの中でずっと待機してて。で、停電が起こらないかって待ってたんですけど、ドア閉められて動けなかった。ドア開けたら死体とリンテンさんが立ってました。いや、違います、違います。ゲンさんの横にマロさんの死体があって、レポートしました。ゲンさんはレポートしてなかったです。レポートは間に合ってないですからね。リンテンさんの前に死体があったんですか？それとも、リンテンさんはゲンさんの前、ところに死体があった？私が、その死体ってどこですか？リンテンさん視点。エレクトリカルの入り口付近ですね。入り口、エレクトリカルに位置はつきそうですか？つかなそうですか？いや、つかないところですね。外側です。エレクトリカルの扉って、地面に面する、右側の扉ですか？それともエレクトリカルの中の扉ですか？右の扉です。右の扉？で、ゲンさんもその扉のところで待機してたって感じですか？待機というか、まあ、ドアを開けてか、私がじゃあ、インポスターだった場合、ドアを開けてる場合じゃないです、そもそも。触りますよね。扉が閉まってたんですよね。はい。じゃあ、リンテンさんです。
いや、ゲンさんです、ゲンさんです。死体隠しのドア閉めですよ、これは。明らかに。いや、違います、違います。アルマさんのこと信じたんだろうな。コミサボの時にアルマさんとマロさん二人とも行ってて直してるのを見てて、私結構ずっと心電図付近に行って死体探してたんですけど、ボタン押せばよかったのか。どうしよう。ゲンさんなんですけど。いや、アドミン情報が出ました。ちょっと言う。南さん、ありそうな言いぶりだったので。ゲンさんですね。ゲンさんしかついてないです。ああ、申し訳ない。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、ヨシ。それじゃごめんなさい。ごめんなさい。わあ、うわあ、クロスでできなかった。ごめんなさい。ゲンさん、早い。ありがとうございます。いや、うますぎ。マジでわからなかった。あれ、ありがとうございます。復讐を。マジか。見つかんなかった。ゲンさん9歳だとき大パンしましたもん。大パンした。いや、もう、いや、あの、あれですね。自分にムカついて大パンしました。ミスリードしちゃったっていう。いや、マジか。初日ってどうだったんですか？めっちゃ白で落ちた。だから初日僕がロケットしてる間にキルしたってことですよね。はい、いや、マジか。それ追えなかったな。まあ、そう。神宮寺さんがカメラで私を侵入したのと時系列が結構10秒ぐらいずれてるって。そうなのか。それはシンプルにラッキーでした。はい。いや、申し訳ねえ。エレクトリカル。あの、エレクトリカルに1がついてたんですよ。で、リンテンさん。春馬さんの下に。そう、あれがお肉ですね。うんうん、1個目のお肉です。そうなんすね。お肉。アルマさんがそっかのか。ゲンさんがエレクトリカルの中に1いて、で、リンテンさんが外で死体を見たっていうふうに。まあ、多分ね、最終日の平行線の話なんか聞かない方がいいよ。そうです。見つかけだったら。その前に、もう僕が死んでたらボタンを押すべき。あ、そうですね。フーさんしか多分ボタン残ってなかったですよね。うんうん、あ、本当は私、フーさんをもう最速で殺そうと思ったんですけど、もう見失ったので、もうこのルートで行こうって決めて、だからボタンを押されても大丈夫なようなことだけやろうっていう感じでしたけど。いやー、でもこれね、申し訳ねえ。いや、しかもね、神宮寺さんが死んだことによって、ゲンさんがキルしてたら、出て下のベントからくらいしかないかなって思ってたんで。あ、プチさんはちなみに、あの、普通にオフィスで切って、自分で殺しておいて、心電図が1個なくなりましたっていう。話にしました。だからその辺の過去が洗えてたらゲンさんはあるけどね、あの場の話だけを終始しちゃうと、うん、もう見つかけろにフーちゃんが踊らされたパターンになっちゃったから、あれ私もう殺してから、あ、これ神宮寺だ、あ、やっべーと思ってずっとキルボタン押しながら歩いちゃってたのが、アリバイのないクルーの方が多かったんで、まあたまたま運が良かったです。そう、浮き位置が多かったんで、そう、なんかそこを残してキルすれば結構いけるなっていう感じになっちゃいました。残してとかって思ったら、そうだ、今日神宮寺さんしかいなくて、神宮寺さんキルは良かったと思いますよ。僕それで神宮寺さんの白だって分かったので、ゲンさんが、そう、俺のキルでゲンさん白になったんだもん。さらに白。ああ、そっか。そうそうそう。いや、でもなんかあのアリバイがちょっと下手くそだなって一人で、あー、これあーとか言って。いや、追えなかったな。いや、ゲンさんは追えんかった。いや、申し訳ない。もう、カモジダユリッペ二郎で終わりだと思ってたもん。あ、そう、僕もワンチャンそこ、うん、いや、でも、ユリッペさん、私もなんか思っちゃってた。いやー、申し訳ない。私はユリッペさんだと思ってました、最後の3人は。あ、本当に。なんか、ゲンさんは怪しいっていうのは分かってたんですよ。リンテンさんどうだったっけってなっちゃって、そこで分かってた。ああ、でも、なんてはいたかも。リンテンさんの精査ができてないままだったってことね。そうそうですね。位置しか精査できてないですからね。浮いてるは浮いてましたし、最初に。それぐらいに全ての位置でみんな浮いてたっていう、その、1個目のぷかぷか具合が結構えげつなくて、ゲンさん追えなかったな。シンプルにゲンさんそばで一番最重要容疑者だったのに、いやー、これカメラに映ってるしとかっていう風なアリバイとかも、ね、だって俺アルマさんがキルされるまで気づかなかったもんね。たまたま幽霊でアルマさんキルされたのを目撃したもんで、ゲンさんがゲンさんがアルマさんをキルしてるのを幽霊で見たから分かっただけで、そうじゃなかったら分かってないんだもんね。
いや、僕もゲンさんがエレクトリカル近づいてきたんで、あ、門番してくれんだったら僕アドミン見に行こうかなと思ったらぶっ殺されたんで。大パンしてたの。マジかよって思った。大パン。大パンしてたの。もうまた推理外れたっつって大パン。しかも、ま、あの、マロちゃんが、うんと、エレクトリカルの扉をゲンさんが何気なく開けちゃったところに登場して。いや、そうなんですよ。あ、で、報告をそうとしたらやられて。はい、ゲンさん一回空振りしてたもん。だから、あの、多分キルをし、慌てたのかわかんないんだけど、一回空振りしてんだけど、まるちゃんが上の壁に激突してて、でボタン押せずにその後になんか振り返るように殺されていた。いやこれはうまいわ。いや申し訳にミスリをしちゃった。ごめんなさい。いやーうまかったな。うまかった。うまかった。ありがとうございます。すごかった。先生。先生いないっすよ。嘘やん。13歳なの。そんな声が大人びてる13歳は嫌です。嫌です。13歳で別に声変わりしてる人いるでしょ。いや、そんな声を出す人はいない。13歳はまだ喉仏が発達していないので、そんな声を出す13歳はいないです。ふーさんって今16歳じゃないですか。はい、16歳です。来年どうなるんですか。17歳なんですか。16歳です。なるほど、はい、便利ですね。サザエさんと便利ですね。はい、とても便利な世界に、魔法の学校なので便利な世界に来てます。ね、はい、何回もだってクリスマスとかお正月とか迎えてもね、お年ね、なんか弱いを重ねない方たくさんおられますからね。はい、たくさんいらっしゃるので、うん、お年玉も無限にもらえますね。やった